変革への道。こんにちは、伊藤ジョイスです。今日のテーマは、ウメナーメックスと ESG の話です。ゲストは、エンパワーパートナーズファンドの。共同創業者とジェノーパートナーのキャフィー松井です。松井さん、よろしくお願いします。ますえっと、まあキャフィーとはもうずっと前から、あの、いろんな。 まあ遠くからのお付き合いあったんですけども、あの今回のエンパワーパートナーズファンドを作ったきっかけと、そううミッションと少し話してもらっていいですか私が日本に来てからもう30年間、日本の金融業界にずっと勤めてまいりまして、そこでいわばバブル崩壊後しか知らない立場から、日本の大企業を対象にした分析をずっとしてきましたが、バブル崩壊後の日本企業って、 なんか迷い始めてどういうふうに成長を促す鍵があるのかっていうところでまあいろんな議論をして、うんえー、きましたもちろん失われて20年30年間の間にその成長ドライバーが一体どこから来るのかっていう毎回ですねこの会話入る時にいつものその結論は すごく,く暗いなということになってしまいこの国が持ってるすごくあの才能のある人材豊富の資金相対的にあと最先端技術持ってるのになぜこんな暗いのっていうのが常にまあアメリカ人ですからいやこれしかないのかなと自分も思い始めたんですね。で特に 大企業にグローバル標準型のコープレートガバナンスとかあるいはイノベーションを起こすための,あの多様性っていうところをずっと訴えてきましたが長年これやってきたところで分かってきたのは企業って、まあ、組織としては大人になってからその違う価値観を浸透し違う行動に結びつくのが すごく大変。簡単ではありません。例えばボードに社外取り社外取締役を入れることなんて私が仕事あの日本株式市場を分析する最初の頃って実はいらないじゃんということ某大手の優良企業の経営者が言われたこと何度もありましたし株主資本コストって何ですかという議論もありましたぐらいまあ なんかファイナンス理論のベーシックのところもなかな,か,なんか通じないか私の説明し方悪いかよく分からなかったんですけれどもじゃあ大人になってから大組織を変えるよりももう少しその手前の段階、うん、例えばティーネイジャーである企業さんスタートアップさんに、まあ、良いガバナンスあるいはダイバーシティの,あの価値っていうものを実装した方が DNA に入,る入りやすいかなというところで長年の私とパートナーの2人村上由美子さんと関美和さん私たち3人長年この金融業界でずっとサバイブしてきた女性たちと一緒にこのファイナンスの経験かけるずっと長年まあ研究してきた この ES 今 ESG たまたま言葉になってるんですが昔からこういうコンセプトをずっと、えー、研究してまいりましたかつかけるスタートアップ、まあ、イノベーションが促すところを、えー、全部掛け算してできる仕事ないのかなというところでベンチャーファンドをやろうかということですごい盛り上がりましたところでも 全然経験ないじゃんという <laughs> ところでトラックレコードをゼロっていうところがちょっとスタックしちゃったんですけれどもただ ESG をスタートアップに実装することにより持続可能の成長によりつなぐという仮説に基づいて作ったファンドですのでそ,れそのアイディアそのコンセプトをまあいろんな機関投資家さんいろんなところに提案したらどうですかどうですかって聞いたところでお いいじゃんと言われてそこから始めました。<laughs> で去年の5月立ち上げました。なるほどよく言うよね「カルチャー」は最初から入れないとなかなか変えられないっていうその子どものうちに。変える <laughs> <laughs> ことのと一緒ぐらいでそうだからみんなキャーィーのこと聞いたことあるかと思うんだけどもちょっとあの知らない人もいるかもしれないのでちょっと多分最初キャーィーと会った時は。 僕もいろんなベンチャーとかやって、まあ、初めてその金融業界の人たちと付き合うことになってで結構日本にいる外国人はみんなキャティーのフォロワーたちで, <laughs> で日本を分析してこう一番正確に英語で 海外のの投資家に説明してたた、まあ、ゴールドメンンジャパンアナリストだったわけで、すよねで一方、多分、今おっしゃってたように、日本企業に外国の投資家はどういう目線で見てくれるかっていうのがずっとやってきたことで、で、それでじゃあ、ちょっと今の話を補足すると、そうやって日本をいろいろ変えてきたんだけれども、やっぱり本当に変えるんだったら、子供を、 変えなきゃいけないっていうそん,そんな感じですよね。その通りですね。はい。あの大企業相手やってた時にそのウメノオミックスの話を始めたんですよね。それだからまあイエシーが流行る前からその話をしてたと思うんですけど、うん、そのウメノオミックスのそその時のこう言ってたことって今どんな感じになってるかっていう話少ししてもらっていいですか。はい。まあ実はウマノミックスの生まれた理由はですね、私の当時まあ90年代日本株式市場 を分析するアナリストっていうかスラテジスジトっていう役職の中に唯一の女性人でしたんですね。で、おそらく、まあ、当時1999年でしたんですけれども、最初、ウーマノミクスを取り上げたときに、競合他社さんのスタジストの人たちが全員男性ですから、おそらくこのテーマを拾わないと思って、ちょっとそういうすごく軽いあの考え方で、えー、取り上げたテーマの一つだったんですね。ただ、まあ 当時思ったのは最初冒頭に申し上げましたようにすごく皆さんく暗かったんですね。もう、えー、資産価格が下がる一方デフレが浸透され、えー、日本のその上位の時価総額ランクから消えてしまい人口動態問題日本の国の負債が富士山のように膨らむ一方明るい材料がゼロだったんですね。最初の子供生まれて 4ヶ月育児休暇取ってその後あのすぐ復帰したんですが周りのももママ友たちを見て大半が復帰し,しなかったんですね。でそこでも一言もったいないと思ったんですよ。だってどの国でも成長を成長促す要因としては3つしかないんじゃないですか。それはその国の人材資本お金。 そして三つ目が生産性。で、ご存知の通り、日本政府の予測に基づくと、2055年、あとも,もうちょっとですけれども、この国の労働人口そのものが40%減ってしまう。40%減り、それをオフセットする生産性革命が起きない限りは、残念ながら国の成長率が低下する一方ですね。で、そこで、じゃあ、この人材のところに特化し、人口の半分の女性がフルに まあっていうかもちろん家の,あの外で働きたくない女性はもちろんそれを尊敬しますが働きたいのにその機会が与えてくれてない人たちが山ほど周りにいますとでそこで女性と経済ウォーマンとエコノミクスをちょっと合算した言葉を考えて。 でそしてその日本が当時比較的低かった女性の就業率56%だったんですけれどもそれ仮に男性並みに上がった場合どのぐらい GDP 効果どのぐらい経済規模が上がっていけるのかっていう試算をしました。でそここかから、まあ、何がが変わったととと言いますとあのいいますろが 数がすごく増えました56%当時からコロナ前までは71%まで自分のアメリカあるいは欧州の水準を超えたんですね。だから数としてはすごくアップしましたことが良い点。もう一つは透明性。昔日本の企業の例えば財務指標とかいろんな報告書を見ても何パーセントが女性。 社員と男性社員、あるいは何パーセント女性マネージャーと男性マネージャー、分かなかったんですようん、うんで。2015年、初めて日本政府が、まあ、強制的に女性活躍推進法を施行され、その情報開示の義務がスタートしたんですね。だから初めて目で見える形に可視化できるようになりました。うんうん、ただ一方、何が変わってないのか、な何がまだ改善余地あるのかは、一言で主導権を持っている女性の人たちはまだまだこの国。 少なくす民間だけではなく国会公的セクターでも一緒ですねでもゴールドマンにいた時の暗い雰囲気よりは少し明るくなった感じそうですねあのまあもちろんまだまだ途中段階ですけれども、うん、昔はダイバーシティとかいう言葉自体が存在していなかった日本でしたので私大きく変わったと思いますのはなんかなんとなく多様性ってある人によると 人権問問題題とかか平等問題の扱いいじゃないです安倍首相の時の政権の時に初めて国の成長ドライバーにウーマノミクスが不可欠だとその言葉で初めてあ経済合理性に基づく。 多様性がなぜ重要なのかっていうのが初めて皆さんのメインストリームの理解が浸透されたかなっていう気がしますねまそれがあくまでファーストステップ第一歩ですけれども本当にこの意識改革から始めないと何何も変わらないかなと思いますね、うん 今、まあ、ファンドの方もあるけども、メンターとして結構僕の周りの女性企業家はみんな、キャフィー松井がメンターだって言ってて、ねいやいや、そんんなことありませんで,でもやっぱりスタートアップとかで女性のアントレプレナーが増えてるような気がするけども、そど,どう思います増えてるのが事実だと思いますし、もちろん日本だけが女性企業家が少ないということではないんですけれども、起業家男女問わず自体全体としてご存知のり、ねうん、日本は比較的 あの少ないなと思いますが、その中で、まあ、当然、女性企業家自分の,その自己実現というか、企業とかある組織で働くんじゃなくて、自分でその自分の人生をコントロールできる道のすごく魅力的な道かなと思いますので、す、うん、すごく私は、うんえー、期待してますねでファンドのパートナーたちは全員女性だけど、ターゲットは必ずしも女性う、ね、そうですねそうですね。まああの ES 日本初 ESG 重視型の VC、うんえー、ファンドですが例えばあのマイノリティファウンダーだけに特化したファンド、まあ、アメリカとかよく、うん、あ,のありますけれどもそうではなく、まあ、とにかく普通の VC、まあ、ファンドが狙う比較的あの高いファイナンシャルリターンを目指すっていうのが、うんまあ、まず大,大前提ですが、うん、ただその高いファイナンシャルリターンの鍵の一つが企業そのスタートアップが <laughs> 自分のビジネス戦略のコアに E と S と G の様子を組み込むことによってより高い成長に結びつくっていうのが我々のティースというか、仮説なんですよ、ねね、じ,ゃじ,ゃじゃあ、売上を減らしてまで ESG やるっていうんじゃなくて、両方やらなきゃいけないこと。トレードオフではなく、ドライバーの一つになるっていう投資先のスタートアップとのアライメントが必要なんですね。うん、例えば昨今そのが まあ、ある人によるとすごく流行り言葉でな,なんちゃら ESG っていうラベルをつけるだけでなんかプレミアムのバリエーションを作るつく,るつ,くつくという。 あの子供も当然ありますのでいわゆるグリーンウォッシュっていうところをなるべく避けるためにその真のき企業という組織の真のところに自分にとって自分の組織にとって自分の文化にとって合うようなガバナンスのストラクチャーとかあるいは従業員スタッフのエンゲージメントとかウェルビーンをか,かることとかうん、うん、そういうところをきちんと 最初の方から考えた方が成長していくにつれてものすごくあの新しい例えばマーケットポテンシャルも、うん、開拓できますしあるいは 新しい商品開発のアイディアもつながるし一方リスクミティゲーションリスク管理のところすごくあのだ大事な要素かなと思いますので言ってみればこれ全部常識じゃないですか <laughs> <laughs> いい会社作るにはこれ全部常識なんですよただいつの間にかこの常識っていう概念がもうとにかく株主利益のためっていうだけにみんな走っちゃって。 で今自分のアメリカっていうあの国ご存知の通りすごくなんか分断社会 <laughs> ものすごい摩擦が起きてて一体 会社というか、こういう組織そのものが何のために作られていますか、うんうん、誰の利益のためですかというところ、すごくこの時代、ま,まさにこのコロナの,の時代で問われているかなと思います、ね。うんうんまあ、健康管理みたいなもんだよね。不健康な会社がいっぱいできているけれども、健康管理ちゃんとやれば、本当は生産性は上がるはずですよね。ねターゲットはでも日本なんですか 残りが海外ですステージはどのぐどういうぐらいの大きさの会社が多いんですか、はい、まああのミドル以降あの,のところをフォーカスしてる理由はまあ日本のベンチャーランドスケーブよくご存じの通りアーリーとかシードアーリーがすごく多いんですけれどもそのデータに ステージに入るとですね、そのリスク資本の提供者そのものが、うん、まあ最近ちょっと増えてますけれども、結構少ないマーケットじゃないでしょうか。だから大きくなったら、結局資金がないため、もうとにかく IP を、かなだからプリマチュアルにあの IP o しちゃうと、それがなんか IP o 祭りになって、うん、<laughs> その後ドどーんと下がる傾向がすごくあるじゃないですか。だから すごくそれももったいないいななかと思いまして、うん、だからきちんとその,あのユニコーン希望のビジネスに持ってい,いってからまあ公開したりあるいは M&A なりそっちの方がもうむしろ海外では普通っていうか主流のやり方なのに日本って小粒で。 IP o してしまう傾向があまりにも多いので、うんそ,ね、その辺をターゲットしています。うん、ただ一方、ご存知の通り、今のマーケット環境を見てみますと、うんうん、当然ちょっとそのレーターステージのバリュエーションとか、マーケットの動きは結構ボラタイルですので、うんうん、昨今、少しアーリー目のところも見るようになってます。ね、実は海外はどっちかとうと、アーリーステージ見てますね。でもファンド持ってる人に関しては、今のマーケットの方がラシュナルになって、投資家の 立場はは全体的には良くなっておかげさまで23年前もし立ち上げたら <laughs> かなりき,、うん、きついかなと思うんですがまあ去年の5月に立ち上げたばかりで今5社投資、うん、あの発表してますがまあまだ始まったばかりで、うん、あの結構ね海外の,あの BC の友達に話すともう1週間以内で DDO <laughs> 完了して、うん、もうだんだん決定しないといけないのがもう恐ろしいスピードだったのが 今はもう少し普通ノーマルのスピードに戻りつつあるかなっていうところでちょっと前まで僕も Web3 の方やってるんだけども,もう結構大のシリコンバレーのベンチャーキャピトルも契約書読まないでお金振り込んでたりしてたんでだからちょうどいいタイミングだと僕もちょうど今、まあ、あのファンドの準備してるんですけどもで,、ね、でもなんか僕ももう14年前なんだけども あの頃に比べたら多少は BC のコミュニティができつつあるような気がするけど、うん、どうなんだろうでもまだコミュニティっていうほどたくさんいないのかなに日本でそうですねただ随分ん,んかこの78年間日本の BC 業界で大きく変わったじゃないですか、うん、まあ一つはその、まあ、資金がの規模が大きくなりユニコーンも、うん もう少し数として増えてきてますしあとすごく大事なポイントは人材の流れ以前はまあスタートアップ行く人ってすごくなんか変わった人とかしか行かなかったのが今本当に、まあ、まさに私から来た投資銀行コンサル業っていうところからあのスタートアップの CF をなったりとかなってるので。うんうんうん まあ、そういう人たちがベストでは可能性もないかもしれないんですけれども、その,そのレベルの人たちがすごく流れ込んでるということは、すごいいい、うん、健全的な流れかなと思いますね。ねうん、あと、その上に政府があの推しているのが、本当にスタートアップ・イコシステムが、まあ、日本の、えー、ベンチャー市場がすごく伸びてはいるんですが、絶対的に言うとものすごい小さいんですね。うんうん、だからさっきお金がある人もいる。 技術を持っている国なのに、うん、what's missing っていうところですね。うんうん、でそこで私たちが思うのは、まあ、ESG の要素、あるいはあの、まあ、またはグローバルパスペクティブですかね。うんうん、その2つのポイントを我々ちょっと投資先の企業に。 で最近日本政府もスタートアップと Web3 を一、はい、つの柱にしてあのサポートしていこうと言ってて僕も Web3 随分去年から一生懸命やってるんだけども、まあ、ESG もそうだしベンチャーファンドからして Web3 について何か意見あります全然専門家ではないんですけれどもものすごいポテンシャル大きいかなと思いまして、まあ、特に我々がいろんな例えばサスティナビリティ系のスタートアップあの内外見てますが例えば サプライチェーンのトレーサビリティという側面で、うんえー、やはりいろんなスタンダード、いろんな測り方あるわけですが、ブロックチェーンの技術を使い、うん、本当にこの実は何な,何なのか、どこでドレスをあの生産されたのか、最初のところから最後まで。 ファクトベースでブロックチェーンがトラックできるようになったら、これはもう革命的なことだと思うんですよ。なんか製造業の企業ももちろんそうですし、あと、例えばカーボンあの、炭素のトレーディングマーケットとかも、ものすごいこれは革命的な技術かなと思いますので、いろんな形で、その、まあ、サステナビリティは、いや、問題が大きすぎて、 あのもうギブアップするんじゃなくこういう技術を使えもっといいことができるかなって思いますね。うんうんうん、なるほど。はい、そうだよね。で僕も最近 DAO の, DA の,あのトークン公開、うん、まだ日本ではできないんだけども見てるとあのすごいトランスパレンシー高い。で,、ね、で結構そのカスタマーにトークンが配られてカスタマーがガバナンスに参加したりで結局いろんなデータがあの外から見れて解析できるので今はまだその 解析の仕方みんな知らないけれども、中長期的にそのコーポレットガバーナンスの方ももう少し透明性が高くなるような気はするんだよね。おっしゃる通り、だからその、すごく、うん、議決権のすごく多い、多く持っている人たち、もう一握りの人たちがこの組織全体の方向性とか戦略を決める世界って今までじゃないですか。うんうん、おっしゃる通り、やっぱりもう少し民主化的に 参加している人たちが一人ずつ一票というところでもっとその、えーまあ、分散型の,あの組織のガバナンスになればすごくいいなと思いますしうん、うん、かつ例えば個人投資の,あの話に戻ると個人の投資家ももっと声をあの表現できる形になるかなというふうに期待しています。うんうん、でももこれも本当に僕の マイオンエクスペリエンスなんだけどもなんかやっぱり女性のアントプレナーも、まあ、特になんか面白いのはアーティストなんかは結構海外は男性が多いんだけど結構日本だ女性が多かったりするのでうん、うん、女性がなんか w e リ3に移ってるのかもう少しインデペンデントにできるのか分かんないけどなんかそういう感じをするんだけどそれは、ね、大チャンスじゃないですかうん、うん、はいもう日本はコンテンツ王国ですからす、ね、大国ですから、うん、ぜひ日本のそのコンテンツクリエイターを特に、うん 頑張ってほしいなという気持ちがありますね。はい。本当に今日ありがとうございま,ざいました。あ僕もう、あの、ぜひ、今後、ウェブスリーとベンチ、一緒にさせていただきたいと思います。まよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。